皆さん、はじめまして。メンマが大好きな大分県の高校生、星野やメマです。実は私、同級生には内緒なんだけど、顔を出さない歌い手、メンミとしてアーティスト活動をしています。この間、同級生のコウタくんと話していたら、こんなことがあって。コウタくん、何聞いてるの？メンミっていうアーティストの新曲だよ。僕、メンミの曲が大好きで毎日聞いてるんだ。メモちゃん、知ってる？知らないの。一度聞いてみてよ。この音楽アプリなら全部無料でダウンロードできるし。これ、私が作った曲だ。どうして無料で配信されてるの？頑張ってバイト代で機材を買って一生懸命作ったのに。それに、この動画サイトの動画もぜひ見てみて。この前あったメンミのオンラインライブの動画なんだけど。コウタくん、その音楽アプリ、誰が作ったアプリなのか知ってる？なんで無料でダウンロードもできるのか分かってる？分からないけど、友達に無料でダウンロードできるアプリがあるって言われて検索したら上の方に出てきたし。それに、その動画サイトの動画も誰が投稿しているの？その動画、メンミの公式動画じゃなさそうだけど。いや、知らないな。メンミオンラインライブで検索したらすぐ出てきたんだよね。でも、名前をよく見ると投稿したのは個人の人かな。どちらも違法なものなんだよ。コウタくん、他人が勝手にアップロードした違法な音楽や動画を見てて、本当にメンミが大好きって言える？音楽、アニメ、漫画や映画といったコンテンツを作った人には著作権という権利があるんだけど、作文したり写真を撮ったり絵を描いたりすると生まれるものだから、実はあなたもたくさんの著作権を持っているんだよ。著作権というのは、いろんな細かい権利が束になったようなもので、その中には自分が作ったものを自分だけがコピーできる権利や、作った自分だけがネットにアップロードできる権利があるんだけど、残念ながらネット上にはその著作権を無視して有名なアニメや漫画を勝手にアップロードした海賊版サイトや、勝手に音楽を提供する海賊版アプリがあって、深刻な社会問題になっているんだよ。みんなもコウタくんみたいに海賊版のサイトやアプリを使ってないかな？海賊版サイトやアプリを使ってコンテンツを提供する行為はもちろん違法だけど、本来お金を出して買わなければいけないアニメや漫画、音楽などを海賊版サイトやアプリを利用して意図的にダウンロードすることも違法行為なんだよ。出演者のことが好きでテレビ番組の切り抜き動画を SNS に悪気なくアップする人もいるけど、好きなアーティストを広めるためとは言っても権利の侵害になるんだね。この音楽アプリや無料の漫画サイトを運営している人も、好きなコンテンツを広めるためとか、みんなのためにやってるのかな？うん、違うよ。広告で稼ぐためにやってるんだよ。現実世界に置き換えてみると、他人のものを盗んできて無料で配布すると言って人を集めて広告を流しながらボロ儲けしてる感じだよ。コウタくんが徹夜で頑張って解いた宿題の答えを誰かが勝手にコピーしてジュースをおごってもらうことと引き換えにクラスのみんなに移させてたらどう思う？それはきっと悲しくなるし、怒りの感情もこみ上げてくると思う。そうだよね。勝手にコピーした人に対してはもちろんだけど、移させてもらえてラッキーって言ってる人たちのことはどう思う？海賊版を使って人気コンテンツをみんなが楽しんでも、知らない犯罪者が利益を得るだけで、その素敵なコンテンツを作ったクリエイターには1円も還元されないの。むしろみんなが海賊版を使うことで、本当は正規版で得られていたはずの収入が得られなくなってしまうんだ。そうすると
クリエイターは生活が苦しくなるし、創作意欲もなくなって次回作を作れなくなってしまうよね。無料で嬉しいからという軽い気持ちで海賊版を利用することはクリエイターを苦しめることにつながるよ。さっきの音楽アプリ使っているとウイルスに感染するかもとか、他にも漫画を無料で読めるサイトは危ない広告が出てくるとか噂になってたけど本当なのかな。そういう疑問ネットでよく見かけるよね。でもそもそも犯罪で成り立っている世界に安全や信頼を求めるのって変じゃない？現実世界に置き換えてみて。多分偽物だけど安いからいいやと思ってサプリメントを買って、後で安全性を気にしているような感じでしょ。確かに平気で偽物を売るような会社が消費者の安全を考えているわけないよね。メマちゃんのおかげで目が覚めたよ。もう僕、違法な海賊版は使わない。コンテンツを正しく楽しむにはどうしたらいいかな。残念だけど動画サイトの場合は無断転載がたくさんあるから、誰が投稿した動画かを確認する癖をつけるといいよ。公式が投稿した動画を見るように意識するだけで OK だと思う。限定配信の映像も公式が投稿販売しているものを見ようね。音楽やアニメは正規のサブスクリプションサービスを、漫画は出版社の許可を得ている正規サービスを使おう。サブスクは自分が見たい聞きたい時に安全に利用できるサービスで、学割があったりワンコインで利用できたり、学生に優しいお手頃なサービスもあるから調べてみてね。作者さんやアーティストさんに対価を払って推しを応援しようね。わかった、そうするよ。こうやって知らずに違法なものを利用してた人が少しずついなくなっていくといいね。本当にメンミのことが好きだから、今まで自分がやってきたことを考えると悲しくなったよ。ありがとう。これから気をつけていけば大丈夫だよ。それにしてもメマちゃんすごく詳しいんだね。メマちゃんも好きなアーティストとかいるの？コウタくん、分かってくれてよかった。残念ながら海賊版は使ってる友達から勧められたり、動画サイトのおすすめに出てきたりと、みんなの身近にあるものだから気をつけてね。情報モラルっていうと、誰かを傷つける投稿をしたり、個人情報をうっかり投稿したり、情報発信に気をつけようっていうイメージが強いかもしれないけど、どんな情報を利用するか、それが他の人へどう影響するかを考えることも大事な要素なんだよ。今日は著作権という権利とそれを無視した海賊版についてお話ししたけど、法律違反だからダメだけじゃなくて、みんなが海賊版を使ったらどんなことが起きるかなとか、自分の行動が社会にどのような影響を与えるかを想像することも大切だと思うな。その想像力を持つためには、ネットの仕組みやビジネスのこと、著作権などの法律のことも知っておく必要があるよね。みんな頑張っていろんなことを勉強していこうね。じゃあまた次に会う日まで、バイバーイ。